はい、どうもこんばんは、源です。今日も動画を撮っていきたいと思います。今日の動画は、これが2本目ですね。この動画は何かというと、実は今日ですね、寄席を見に行ってきたんですね。といってもですね、今大きな演芸場って言えばいいのかな、は、軒並みですね、緊急事態宣言の影響を受けて休業中でして、僕が行ってきたのはですね、いわゆる落語家さんを、招いて、落語とか寄席をやってもらうタイプの、寄席ですね。で、結構ですね、こじんまりとした会場でして、まあ、落語家さんと、あと当日の運営スタッフさんかな、と、あと、まあ、僕らみたいな観客含めて、多分20人ちょっとぐらいかな、まあ、すごいこじんまりとした会場だったんですけれども、まあ、趣のある会場で、で、なんていうんですか、落語家さんが座る、でっかいこう座布団があって、ちょっとこう高台に座布団があって、こう上にこう座られてっていう感じで、すごいですね、いい感じで聞くことができました。でですね、昔ね、歌舞伎を確か高校の社会科見学で一回行ったことがあるんですよ。確かね、確か歌舞伎なんですけど、ただ落語とか寄席っていうのは初めてで、これがね、まあ月並みの表現なんですけど、めちゃめちゃ面白かったんですね。そこら辺をちょっとですね、今日は深掘りしていこうかなと、思います。まあ、寄席とか落語って、まあ今ですね、音声配信がすごくブームですよね。有名なプラットフォームで言うと、ボイシーとか、あと Spotify だったかな。あとスタンド FM とか。あと実は僕も音声配信やってたことがあって、僕が使ってたプラットフォームはヒマラヤっていうところなんですけど、そこでまあ3日間だけ、音声配信やってたんですが、まあつまらなくなって3日でやめてしまったんですね。まあそれは別に良くて、で何がやっぱりいいかっていうと、まあ僕的に言うと4つぐらいかなあって、まあ声の大きさですよね、あとは抑揚と、あと話すスピード、あとは間の取り方ですよね。ここをちょっと今日は深掘りしていこうかなと思います。まずまあ声の大きさなんですけれども、どうですかね。日常会話で声の大きさを意識することってありますかね。まあ、僕はわりかし、まあ今仕事でですね、担当させていただいている患者さんたちが、まあ、ご高齢の方がどうしても多いので、話をするときは結構大きな声で話すことが多いんですね。まあ、耳が聞こえない方とか不自由な方が多いので、まあ、致し方なくやっているという形なんですが、まあ、それの影響を受けて結構普段も声が大きい感じではありますね。ただ、大きな声っていうと、どうしても普段の会話で言うと相手に威圧的な態度を与えてしまったりとかっていうこともあるんですよね。まあ、思い浮かべてみてほしいのは、まあ誰でも経験あると思うんですけど、まあ、小さい頃、例えばご両親とか学校の先生に怒られる時って、なんであんなこんなことするのみたいな感じですごい大きな声で言われると、こうなんか威圧的に余計見えるというか、より威圧的にこう見えますよね。でこう怒られた側がこう小さくなってしまうというような感じがあるんですね。でそこがですね、逆にまあ相手にこうはっきり伝えようとする時なんかもやっぱり声を大きくしたりすることもあるでしょうし、逆にまあ声が小さくなると、例えばなんだろう、例えば、まあ、ひそひそ声で話すとか、やったことあると思うんですけど、そういう感じでですね、相手にこう、大事な印象というか、聞き残しちゃいけない情報かなっていう印象を与えることができると思うんですね。まあ、ただ、声の印象ってやっぱ大事で、例えばなんだろうな、すごい体が大きい人が、こう、ボソボソと喋ってたら、なんか頼りなく見えてしまうじゃないですか。逆に、まあ、小柄な方が、めちゃめちゃこう、お腹の底から出るような声で話しかけてきたら、おっ、なんだこの人はみたいな、なんかすげえってなるじゃないですか。そういう感じで声の印象ってやっぱ大事だと思いますね。で次はですね、話すスピードですね。話すスピードで、僕も結構、まあ、自分自身で思ってるのは、今ね、わりかしゆっくり話すように意識して話をしてるんですけど、普段話す時って結構早口だなって自分でも思うんですよ。で、まあ昔から多分そうなのかな。あとは一つ考えられるのは、英語の勉強の影響ですね。まあ、日本語って全部発音するじゃないですか。こう全部発音してますよね。ただ英語だと、まあ皆さん小学校、中学校、高校ぐらいでやられてると思うので、なんとなくわかると思うんですけど、発音しない音が結構あるんですよね。今 CM でやってるので、わかる方もいらっしゃると思うんですけど、言ってないんじゃなく、聞こえないんじゃなくて、実際に言ってないんだっていうセリフ、多分聞いたことがあると思うんですけど、本当その通りで、なので僕は結構英語喋ってる時は、まあ癖で多分早口になってしまってるのがありますね。
ただ早口でこう喋ってしまうと、こういっぺんにこうまとまった情報を相手にこうパッてこう与えることになるので、なんだろうな、相手にこうまあ考えさせるというか、考えさせておいて相手にこう意見を言わせないというか、そういうことを印象を与えることができるのかなというふうに思います。逆に、話すスピードがまあゆっくりめだと、なんかこう相手からするとなんか安心感がもらえたりとかっていうこともあると思いますね。話すスピード、まあここら辺はですね、今日の寄せだとまあそこまで差がなかったかなって印象はありますね。うん、声の大きさとかはやっぱありましたね。でもう一つ抑揚ですね。抑揚、ここはね、今日の寄せはねすごかったですね。まあ普段話す中で、日常会話の中で抑揚を意識して話されてる方って、まあ職業によるのかな、多分接客業とか、まあ本当にしゃべることが仕事の方、なんていうんだ、テレビの、アナウンサーの方とかは、まあ、話すこと、喋ることが仕事なので、抑揚ってすごい意識されていると思いますし、あとは、なんだろうな、まあ、接客業の方なんかも、意識されている方もいらっしゃるかもしれないですね。例えば、接客する相手によって、こう、声のリズムというか、変えたりもしてるかなと思いますけれども、聞き手からすると、寄席って、今日行った寄席は全部で1時間半なんですよ。まあ、休憩入れても、多分30分、今日の演目が40分ぐらいか、40分弱の演目が2つあったんですけど、40分間近くずっと人の話を聞き続けるって結構大変だと思うんですよね。でもそれを苦なく、それを苦痛に感じないで聞いていられるっていうことは、やっぱりさっき言った声の大きさとか話すスピードの他にも抑揚ってやっぱ大事だと思うんですよね。こうなんて言うんだろう、こう伝えたい時にガッてこう声を大きくしたりとか、リズムをよくやっていくと本当ね、すんなり入ってくるんですよね。ただこう声が大きくてわー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 喋られてしまうと、聞いてる側としてはいやなんかもう聞きたくないなみたいな、なんかこう自然と意識がこうシャットアウトしちゃうじゃないですか。そうじゃなくて自然とこう耳に入ってくる、それがあるのはやっぱ抑揚のおかげかなと思いました。あとはもう最後はですね、間ですね。間、まあ今日の寄席だとね、何回もあったんですけど、演者さん、まあ、落語家さんがですね、こう話の流れの中でこう黙ってしまうタイミングというか、あとはこう出かけてるんだけど言わないタイミングみたいなのが結構あったんですよ。これが間ですよね、いわゆる。でこれってまあこれも日常会話の中で僕は結構ね、間の使い方が苦手なんですよ。どちらかというと自分の話をしてしまうタイプなので、相手がこう喋ろうとしていたタイミングでそこからこう上にこう被せるような感じで自分の話をしてしまうことが多いので、僕はね、間の使い方がすごい勉強になりましたね。今日の話というか寄席を見て、あ、ここはこう黙っておくんだとか、まあ寄席なので一人の落語家さんが一人、まあ二役三役ぐらいやってるんですけど、こう喋ってこう喋ってみたいな感じでやってたんですけど、僕自身はね、あれはね、すごくね、勉強になりました。良かったですよ。本当にまあ、繰り返しになるんですけど、僕の場合は、こう、相手がこう、喋ろうとしている時に、こう、かぶせるように喋ってしまうので、でそこをですね、こう、かぶせないで待つ。で、相手に喋らせてあげて、気持ちよく喋ってもらった後に、いや、こう、かぶせるんじゃなくて、こう、なんて言うんですかね、自分も喋るということができるようになると、よりいいのかなと思いました。まあ、4つ振り返ってみると、声の大きさと、話すスピードと抑揚と、間ですね。この4つがですね、今日の寄席には凝縮されていたので、まあ演芸場が多分緊急事態宣言が明ければ開くと思うので、まあ初心者の方はですね、行かれると面白いんじゃないかなと思います。まあ、一方的に、まあ、人の話っていうとちょっと違うんですけど、聞く機会ってなかなかないと思うので、まあ、僕も最近ですね、聞くようなしてるんですけど、まあ、染みついたものはなかなか治らないので、意識的にですね、そういった機会を設けながら直していこうかなと思います。で一番ね、ここがすごいなって思ったのは、やっぱり寄席とか落語だと今音声配信すごい流行ってるじゃないですか。さっき言ったプラットフォームもそうですし、まあ、ちょっと最近聞かないけどクラブハウスなんかもそうですよね。あとは各ソーシャルメディアのツイッターとか、Facebook、あとはインスタとかなのかな、もう音声配信の方に舵を、切り始めてたりしますよね。その中で、音声配信って本当声だけじゃないですか。なんですけど、寄席の場合は、もう一つ寄席がありますね。それは
顔ですね、表情筋を使って、何かを表現するっていうのが寄席にはあるわけですよね。なのでここは、動画でないと表現できないものですよね。まあ、動画では多分無理かもしれないですね。このリアルタイムでその場にいてその空気感を味わいながら表情筋で醸し出される何だろうな役割というか表現を見ることに味わい深さがあるというのが寄席かなと思いますので、そういったですね顔の表情なんかも今日はすごい勉強になりましたね。なのでまあ本当に月並みな表現なんですが、寄席とか落語今日行ってみてね良かったです。まあ本来の演芸場なんかに行くとね、一つのその公演っていうんですかねが4時間ぐらいあるのかな。まあもちろん休憩ありますよ、休憩ありますけど、まあトータルで4時間とか4時間半ぐらいあるらしいので、まあ初心者の方はまあこれねあんま言っちゃいけないんですけど、慣れてない方はまあ例えば何だろうな、4時間あったら最初の2時間終わったぐらいで行くとかでいいらしいですね。その方がね、まあ、疲れないし楽しんで見れるそうなので、まあ、試してみるといいかもしれないです。まあいられる方は最初からね4時間いてもいいと思うんですけど、多分疲れちゃうんじゃないかなと思いますね。でまあどこを見るかは人によって違うんですけど、まあ慣れてる人だとまあすごいつまらない演目があってもどれだけつまらないかを楽しんだりとかっていう楽しみ方があるらしいんですけど、まあ初心者にそれを求めるのはちょっと酷かなと思うので、まああのあれですね、緊急事態宣言明けたら行ってみるといいんじゃないかなと思います。今日はですねそんな感じで寄席に行ってきたんですが、その感想と音声メディアだけでは音声メディアでは表現できない奥深さがあるということで話をしてみました。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。もしよければですねコメントとかいいねとか、チャンネル登録してもらえるとありがたいです。では今日も一日お疲れ様でした。またね。